今回東日本大震災のそのこの復興活動自体が絶対新しい公共そのものなんですね。はい、そうです、はい、だから今その頑張ろう日本。これで風除室だもん、ほらあの電解質が異常なって風除室なの。はい、これがなかったらば全部吹き込んだうちに。だからこれをつけて、そして風除室として風よけ、雨よけ、雪よけを作ったわけですね。あ、ここはだからこういうふうにアスファルトとしたわけですよ。前ここ砂利道でこう杖ついてゴロッとなる お年寄りの皆さんなんかとてもね不安になってたんですけど、これアスファルト、やっとこれが全部。そうなんです。ご苦労さまです。およし、昨日ここまで、ここまで。おお、こんにちは。皆さん、上がってください。はい、これはあの飛騨のただいまの人にカンパしてもらったやつ。バラ布ですわ、ほら。これ入れてって便利だよね。うんうん、それであの仮設にいるとね、商売ができないんですよ。うんうん、集会場になるとあの商売ができないの。うん、内職をやったものをこう集めて、それを例えばそれをやりたいと思うものあるんですけど、うん、ここの仮設は長屋だから、うん、少しお堂を建てたりなんだりすると、うん、全部響くものだから、よそに俺こそ外にね、プレハブだらプレハブが一つあれば、うん、そこにみんなが4人でも5人でも集まって、うん、あの気兼ねなく集まれる場所。うん、うん、今おっしゃるように、うん、自立支援していくことがもう最大の、だから要するにそれぞれが、うん、元気になっていくような支援でなきゃいけないので、うん、だから、うん、今日の話はね、うん、ぜひあのもしできないならそのできない理由を、うん、ちゃんと説明します、うん、できるなら具体的にできるっていう、うん、できないなら何か別の方法を、考えればいいこと、ね、ここで私は絶対止まるってことはないんですよ。そうです、私は金はない貧乏なんだけどもあの人のこうなんていうのあの寂しい顔見ても痩せなきゃなんだよね、あれですね、うん、やらせなきゃなるものだから。一年間晴れるんだけど、失礼させて。自分のね、物もズボンなんかで裾ができるんです。裾はよかったね。そこミシンがここにあるとも全然違います。はい、はい、気持ちがね、張りが出てくるんですね。はい、このミシン見た時嬉しくてね、やっぱり一人で暮らされている時に孤独にならないようにっていうのがね、はい、私たちの希望だから、はい、やっぱりああいう石田さんのような力強い女の人がいて、はい、と助かります。私たちにはね、あ、雪降ってきた、そういうような状態だから、うん、すいません、ではお願いします。